おはようございます。おはようございます。今日はテントサウナをしたいと思います。向かう先は、はい、青の原ヌロロッチキャンプ場、行ってきます。鳥飛んだ今日はテントサウナやってみたいと思うんですけども、ひでっけさんのテントサウナを使ってみてレビューしたいと思います。はい、初めてテントを設営しますね。やりますね。そしてここは、はい、はい、見ていただいた通りこんな感じで、おお、あれですよ、茶道の舞台となった牛尾くんがお友達と来ていた場所です。ってことですね。はい、あと季節柄もあってさ、もう今ちょうど10月なんですけど、ちょっと紅葉してる感じもあるし、夏に来た時よりもね、あ、そうだね、カンカンデリデリじゃないしね。そうそうそう、やっぱ秋なのかな、キャンプみたいなの。あ、そうね、なんかさ、水流もいい感じ、緩やかなところと、はい、なんかため池みたいになってるところと、流れがあるところと、はい、すごいいいここ。素敵ですね。はい、はい、水温チェックしてみましょう。どうですか？はい、ぬるめ？ぬるめ？冷たい。冷たい？どっち？あ、冷たい。結構冷たい。よろしいでしょうか。はい、今日はちょっとね、はい、キャンプっぽく、はい、なんかソーセージ焼いちゃったりとかしてみちゃったりとか、慣れながらにも楽しんでいこうと思います。思います。レッツ。いけるよ。いいよ。そのままふいって。ふいっと。おお。ふい。うん。いいよ。おお。できた。できた。そう。簡単だな。あれじゃない？これ開くんじゃない？外側から。うん。すげえ。組み立てていくか。理由じゃない？うん、ちょっとなんかこう痛いよ。お、どうですか？いい、どう？じゃあ行きからね。はい、一旦こんな感じでですね、設営は完了しまして、キャンプ場の薪を買いに行きたいと思います。はい、どうぞ。すいません、薪ください。
構アウトドアってやると疲れたね。そうだね、うん、でもずっと頑張ってくれたの旦那さんだから私ちょこちょこ動きなんかヘロヘロしてただけで、ありがとう。いいえ、楽しかったですね。楽しかったです、はい、今回テントサウナね、使わせていただいたブリュケさんの、はい、あんなに窓が、あ、そうだね、うん、外の透明になっている窓みたいになっている範囲が結構広くて感動しました。あ、こっちも開けられるんだみたいな。確かに、うん、すごい嬉しかった、うん、はい、あと本当にこれなんだね、ピュンって開くみたいな。あ、そう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 、うんうん、もうテントを張るだけだと10秒でできるよね。そうだね、ポンポンポンってちょっと押すだけなんで、うんうんうん、それであとはストーブを設置して、うんうん、中に薪入れて、うん、使いやすいね。ね、で川についていいですか。あ、どうぞ。すごい綺麗だった。小魚ピョンピョンいたしその中で失礼しますって感じだったけど、うんうんうん、浅いところと深いところとあるし、うん、深いところがさ、うん、ちょうど肩浸かるくらい、ね、立って水の中にいられる、うんうん、あそこ良かったな、ね、すごい気持ちよかったよね。温度が体感16度か15度か、うん、時間帯によって近かったよね。あ、下がったよね。そう、それもまた楽しくてね。そうだね、うん、よかった。学んだのは、うん、ホットドリンクも持っていくべきだ、はい、あ、そうだね、体が冷えちゃった、ね、寒いってなっちゃった、うんうん、秋冬とかのね、アウトドアサウナの攻略すべき点だよね。その寒さを感じないようにというかさ、うん、寒さ対策、はい、多分これね、普通のサウナとまた別ジャンルなんだよね。そうだね、そうそうそう、だからその両方の知恵とか、うん、うん、両方の技術がないと、そうなの、難しいよね。テントサウナのさ、中にさ、うん、湿度を保つためにはとかさ、下になんか断熱材を敷いた方がいいんじゃないかみたいなね、今度敷きたいよね。そう、だから今回はね、本当に椅子と、うん、ストーブと、うん、ロウリュバケツしか、そう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 、とビヒタしか入れてないんだけど、うんうん、そういうちょっと下に断熱材とか敷いてやると、うんうん、もっとものすごく、うん、そのテントサウナの質というか、うん、上がるよね、うん、またぜひ、うん、はい、ブリュッケさんのテントサウナを持って、はい、テントサウナ行きたいなと。そうですね、うん、私たちなりにこう改良していきたいよね、はい、うん、ではこの動画が良かったなと思ったらグッドボタンいつもかもよろしければたんちゃんそれでは次回のサカツでまたお会いしましょう。バイバイ。 バイバイ。はい、というわけで今日は8月にオープンしたばかりの宇都宮テラスに今いるんですけども、おお、なんだこの開けた世界は。その横に隣接するカンデオホテルズ、ホテルズ宇都宮。はい、宇都宮、はい、どんなとこですか。スカイスパホテルの中にある、うん、大浴場というかあるんですが、うん、なんと14階に位置するんです。でそこビジターで日帰り利用も可能です、うん、で男女ともにサウナがありますよ。お、はい、どちらともロウリュ付きです、うん、お、30分ごとにロウリュがあります。1時間に2回がっていうことです。そしてですよ、うん、男湯の方だけどね、うん、サウナ室に窓がついてて、うん、あー、見渡せるように、はい、お山とかが見えるみたいですよ。最高じゃん。まあ、内風呂も、はい、あと露天スペースもすごく開放的な感じで、うん、あるんだって、うん。